申し訳です。今日は何ですか？ナルトボルト中忍試験比較。イエーイ。最近あれだね、ナルトボルト攻めしていくってなってちょっと一回の多分皆さん見てて思うと思うんですけど、ナルトボルト続きます。別にあの辺もやめるとかはまだ分かんないですけど、そう、あのうまいことね、ちょっと、ただもしうまいこと言ったらナルトボルトチャンネルになります。でも他にもやりたいことあるから、 それをまた別の形でやってるかもしれない。そうそう、今もう本当に何やってるか分かんないんだけど、いろいろ試してる最中だ。そうそうそう、ぜひナルトボルト好きな人はどんどん見てください。ということで、うん、ナルトとボルトの中忍試験を、うん、一発比較していきたいなと思うんですけど、いい、ね、僕は漫画派なんでアニメまだちゃんと見れてないんですけど、ボルトはね、うんうん、中忍試験ちょっと甘くないみたいなちょっと思ったんですよ、やっぱ中忍試験ちょっとゆとりな感じすごいするなって思ったんで厳しいねちょっとそれをね見ていきたいなと思います。はいはいはい、ではまず、うん、ナルトの中忍試験、はい、まあ第一の試験からいきますが、うん、筆記ですね。あ、筆記ね、はいはいはい、うん、問題全10問なんですけど、とてつもなく難しく、アカデミー席で卒業したうちはサスケでも手も足も出ないほど難しさ、うん、で試験官は萌衣のいびき、うん、でその萌衣のいびきをそれは知ってるから、うん、この試験は加点制ではなく減点制で採点される。でまあ3人1組でやって3マンセル、うん、で3人1人ずつ10点ずつ持ち点配布されて、うん、で1人でも0点のやつが出たら失格と、うん、そういうルールなんですね一応、うん、でまあ要はこの試験というのは普通に筆記試験じゃなくて、うん、要はもうどんどんカンニングしてくれよっていう、情報収集戦が、そう、情報収集戦、うん、だからどんどんみんな逆眼使ったり、シャリンガ使ったり、新天使の術になってみるとかね、そうそうそう、でやるんですよ、うん、で最終的に森のいびきがその心理戦で、うんうん、次の問題間違えたら中になれないよ、中になれのなる人と一緒ないよっていう、そういう心理戦、森のいびきはサビストって呼ばれてるぐらいの心理戦がすごい、うん、で言って、まあ、みんなナルトの一言でね、うん、そんなの関係ないってわよみたいな、なんか、声になってやるんですね、おかげになってって言って、みんなでスッとなって、で、合格だよみたいな、もうそこで迷わないやつは、もうみんな合格だよみたいな、最終的に笑顔になったんですけど、うん、これがまあめちゃくちゃ、そうね、結構最初から、むずいよね、これは、だいぶ追い込まれるよね。やめますも一回、とりあえず、来年勉強してこようと思いますもん、僕だったら。そうそうそう。なんですけど、ボルトの方、うん、もう一次試験覚えてますか？アニメで見たのは丸バツクイズ正解です丸バツクイズなんですよ、うん、アニメはオリジナルで試験会場までトラップをかいくぐり移動する場所があるんですけど、うん、あの漫画はそれなくて、うん、もう丸バツクイズなんです、うん、だ高校生クイズみたいなね、うん、そうそうそうで正解と思う方の陣地に反対で移動すると、うん、でこれ実は違って丸を選んでもバツを選んでも落ちるのよ。そう、落ちる、で、炭になっちゃったらダメっていう、そう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 炭についちゃったら負けみたいなこと、なんか最初うまいこと言ってんすよね。そう、なんかうまいこと言ってんだよ。落ちたらおしまいだぞって言ってるから、そうそうそう、結局これ落ちなければ正解、正解っていう、で、両方枠からバーってそうそうそうっていうのが、まあ、ボルト、うん、もう一時、うん、もうちょっと変わってんですよね、うん、まあでもちょっとむずいっちゃむずいです。まあ難しいよこれは結構、うん、ちょっと心理戦入ってんじゃない、ちょっと心理戦入ってるね。でちゃんと炭に落ちずにちゃんとこう壁にくっついたりとか、いろいろと対策取ったやつらが勝つの、うん、で次第二の試験、これまあサバイバルですね次、うん、死の森ですよ。はい、ナルトの第二の試験は死の森、あれはやばい、死ぬからね。そう、うん、試験官見たらしい、あの、うん、直径10キロの演習場で天と地って書いて2つの巻物を手に入れて中央の塔まで持っていくことはできれば合格っていうやつだったんですよね、うん、でこの死の森自体が結構怖くて、もうなんか猛獣とかもいたりしたんですけど、うん、まあこれのヤバくなったのは、まあ結局悪いのはオロチマルのせいなんですよね。まあね、あいつヤバいもんね。そう、オロチマルがもうテロみたいなことしてるから結局ヤバい事件みたいにはなったって感じですよね。だからこれに関してはまあしゃあないか、うん、ただこれあれですよ、巻物の奪い合いで死者が出ても不問とするって言ってますから、うん、死者が出ても別にいいですよみたいな感じだったのが、そう、同意書書いてるか、それがまあ死の森だったわけですね、うん、だいぶ厳しい世界だね、やっぱね。だいぶ厳しい世界だったんですけど、うん、次、ボルト、うん、旗取り合戦ですね。そうね。チーム対抗みたいな。チーム対抗。こういうミニゲームあったら、楽しそうだなっていう、そのゲームとかの。イヤホンつけて、ノズルカムつけて、無線で連絡取り合ってるやつね。ゲームとかはすごい楽しそうだなっていう。しかもね、これ、一次試験で3日後に開催されてるんですよ。はいはい。ナルトってさ、一回帰ってましたっけ？そのイメージないのよ。あの本戦までないの。あ、そうだ、連続してる、連続して1の後死の森、はあ、死の森の後すぐ予選だったと思うんだよ。
そうだ、そのまま糖でやってる、そのままね、スタミナのない状態でね、3日間巻いてます、次ゆとりの3日間とも言われてますねすごい言うじゃんそんなに言う、今はやっぱ忍者っていうのはね、対象ちょっとなりやすくなって、平和になってるからね、そうそうそう、で忍者は減ってきてるのよ今、確かそのボルト界では、こうあの時代はやっぱもう平和じゃなかったですよね、絶対忍者になるっていうルーツだったじゃん、うん、そうそうそう、でもこっちはなんか就職もあるし、忍者からのなんとかカンパニーみたいなのもあったりしますよね、別のはいっぱいあるんだよ、そう、もう時代が違うのよ、時代が、うわ辛いことですね、時代が違う、時代が違うだよ、これメタルの班とか負けてるわけですね、あそうだね、確かに、うん、漫画だとそんなシーンないんですけど、アニメだとメタルの班、どっかで新規の班とかだったらちょっと忘れちゃったけど、強いのよ、ガーラの息子ね、ガーラ、そう、新規に負けるメタル、そうそう、メタルはリーの息子、そうで第3、まあここからはあんま変わんないか、タイマンバトルですね、ナルトの方は受験者を減らすために行われたタイマンバトル、さっきまではすいませんだったんだけど、ここからは個人戦になります、うん、ここでまあナルトとキバが戦ったりだとか、ビーとガーラの戦ったりだとか、はいはいはい、いろんなものがあります、ねうん、でボルトの方はここでも次の日ですかね、二次試験の次の日に開催された三次試験、リーが試験か、うん、でこれも1対1で戦う個人戦、まあ、ここは同じですよ、うん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 、でまあ何人かこう戦ってる、アニメだとこんな戦ってるんですね、そうなんだよ、漫画だともうあれ、ま、あいつらが来るところ、漫画だともうこの三次予選で終わってるんです、要はボルトとシカダイが戦って、うん、でボルトが反則して反則の科学忍具を使っちゃってるんですよ、うん、でそこで偉そうにこう勝って、うん、で勝ったぞってお父さんでナルトにそうこれバーンってやられて失格だ、で大筒つきでもう大筒つきの激強ヤバヤバにでかいのと細いの一緒か、で映画がそれだよね、映画は原作と近いんですけど、そうそうアニメはこっからめちゃくちゃ続きますと、そう大筒つき出てこなかった、鹿台にはここではもう勝つね、ナルトは全然見過ごせないでちょっと喜んでますね、ボルトは勝ったことに、そう、あ確かに思いっきり使ってた気がするんだよね、そう気づかなかったっけな、そう、ここでは気づいてないんだ、そこがね、このなんか分かんなくなっちゃってね、今いやで、ここはトーナメントになってるんで三次予選というか、うん、で、これで最終的に3人残るわけですね、そうだ、ザラダとボルトとシンキ、そう、うん、これがラスト本戦を行うと、で、これでボルトが最終的に勝つ、うん、だけど、うん、お父さんに見破られちゃうわけです、ね、ここで科学忍具バレるのか、科学忍具バレると、だって確かにあれ使うのよ、あの試練、あのカカシの技の試練、カカシの試練使うんで、ね、確か確か紫のやつ、紫ので使えるわけねえじゃんみたいな感じで確か気づかれたのかな、確かでここで来ますね、うん、まあ、ナルトの方の本戦はナルト VS ネジ、うん、シカまで手前、うん、でサスケとガーラがやってるとこに戦争モードになっちゃったんで、もう戦争することになっちゃった、うん、だからあっちも本戦は終わった、うん、途中でね、で中2になったのはあっちはシカマルだけ、うん、あんだけやってシカマルだけってまあね、孤立は中心っていうのがまあ中2試験ですね、うん、アニメの方で見ると、うん、まああんま変わんないのかな、まあ、旗取り合戦がちょっとぬるいぐらいその辺は比較でしょ、うん、でもそんなに、ね、長くやってなかったので漫画に関してはもうまあ1日空くし、そっかなんかそこもねやっぱちょっとぬるいなって思ったんだけど、まあねまあね、けどアニメで見ると結構長くて面白いのかもしれないね、いろいろあったからね、科学人形もまつかうし、いや重いね、ボルトはあの出なかったのよ、誰がなったとか、地下台、地下台がなってるっぽい、地下台だけ一人だけ選ぶみたいな、ボルトは失格になっちゃったから、あそっか、サラダか地下台かみたいな、どうだったっけ、あの新規、いや新規だからタザと、あそっか、砂の方でそれ固い決め子だから、あそっか、そうこれ別に各悟りあればいいのにと思いますね全部いたんじゃない、それこそ 5影いたから、お前らいた5影がこう見てたもんね、だから全部の里で合同でやったのよあれ、きっと今仲いい感じだから、ここはみんなそうね、ちゃんとこうちゃんとつながってるからって思うと、最初ナルトの中二試験って砂とこの橋が残ってないですね、最後の最初とか2つだったんじゃない、いやいたんだよ、だって音楽とかいいから、ああえいやあれあそっか、いいんだよ、だから多分いるの、残ってないだけで、あれそっかいたのか、そうそうそう、音楽かぶと他の音楽とかもいるもん、そう、あかぶとはもともとスパイだから違う、このハザカアグミとか、あいたわ、いたわ、多分他もいるのよ、
そっか、スナモン以外はいるのか。だから他あんまり強くなかったみたいだから。そうかもしれないね。いたわ、そうだ、傘差すやつとかいたもん。そうあの強そうなやつ。でもガールにボコられたやついたわ。で殺されてたしな。そうだからね、多分そこのあれは変わってないね。そうか、なるほどね。いやおもろいな、うん、中任試験やっぱ興奮しますよね。ナルトボルト比較いけるねこれね、いろいろ比較いいですね、うん、ただやっぱボルトむずいな、アニメもあるから。そうボルトいっぱい、三軸二軸三軸なんかいっぱいあるからね。そうね、劇場と原作は近いかもしれない、うん、まあ一本しかやったいからねえが、うん、まあ、アニメと漫画の比較とかでもいいかもしれないですね。そうね、うん、面白そう。ちょっとやっていきましょう。はい、ボルトっていろいろあるね。はい、今日も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録グッドボタンお願いします。こういうの見たいとかありましたらぜひコメントでください。また会います。バイバイ。